あと石川さんと優香さんでございます。大体こう敵役っていうんでしょうか、悪が多いですか。以前はねやっぱりヒーローが多かったんですが、最近はあのその敵役が多いようで、はい、でその敵役も単なるそのなんていうんですか、悪ではない、その悪の裏側のその人間性を描くことによって、はい、その敵役に深みが出てきたし、それから見る目の方もいわゆる今の世界情勢とか社会情勢、はい、いろいろ複雑ですから、逆な見方もできるんじゃないかということで、この悪、私がやった4つありますけど、人気が高まってきたんじゃないでしょうか、はい、よく悪役の方はあの歌合戦なんか出てらっしゃいますけど、実にいいあのパパぶりを発揮して、ねやってますね、結局善を知ってるからその悪がだん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 深まって役ができるんですね、逆にそう思いますけどどうなんでしょうか。これからもどうぞ悪人でいらっしゃいます、はい、さて上田美紀さんはもうあれ十何年前になるんでしょうか。はい、初めてアニメを やりましたのが、はい、エイトマ、はい、14年ぐらい前でしょうか。ああそうですか。はい、そうです、そうになります。ポッポちゃんは上田さんですか。そうです、いやもっともっとそれはもっとこんな小さい頃です。ああそのエイトマンの頃はまだお一人でいらっしゃる。はい、あの学生でした。あ、学生さんでいらっしゃったんですか。ああ古い話になりますね、はい、昔からですね今日は大体本当のこと言っておりますので